10時半を回りました。6月24日木曜日デイジチャーコロビーカフェの時間です。わー、はい、こんにちは。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後11時まで放送します。よろしく。ツイキャスやメールでのコメントお待ちしています。はい、メールアドレス言いますね。はい、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。よろしくお願いします。皆さんツイキャスポンポコ上げてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はいなかった夏美さんが帰ってきました。はい、先週は帰ってきたぞ、帰ってきたぞ夏美さんお魚くわえた加えてるんだ。加えたのね。加えてるの。加えちゃったのね。ちなみに魚の種類は何だい？イワシ。イワシなんだ。イワシを加えた夏美さん追いかけて。はい、こんな感じで今日も自由にやらせてもらいます。どうもすいませんでした。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイキャスよろしくお願いします。ツイキャス上げてくれたら嬉しいです。はい、そうね、あのパンダが生まれましたね。ああ、パンダだ。ね、下手くそな気をよします。ジャイアントパンダなんですよね。うん、ジャイアントパンダって。シンシンの15歳、シンシンちゃんから生まれたみたいですね。お名前募集中らしいですね。あ、そう、それでさっきちょっと考えたんだよね。双子の赤ちゃんなんですって。双子、いいね。今のところなんかね、性別がまだちょっと分かんないみたいな。分からないね。あ、そうなんだ。名前つけるんだったら。名前はパンダである。どんな感じ？性別はまだない。名前つけるなら、チムチム。チム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 。可愛くないチムチム。なんかムチムチ育ってほしい。あ、ムチって感じですか。まあ、力強くかな。そうですね、僕がムチでした。もうそれはもうね。あ、そうですね。ありがとうございます。チムチムジーチムチムジー。いや、なんかね、あの話すことをね、あの新聞とかから探したんだけど、ね、パンダで、あの新聞に、なんだ、有名な人、誰だったっけ、有名な人がお亡くなりになった。ああ、僕大好きなんですね、この人ね。うん、誰ですか。え、誰でしょう。すみません、私が無知です。教えてもらえますか。立花隆さんですね。4月30日に亡くなってたみたいですね。悲しいですね。血の巨人ですよ。あの僕、臨死体験とか宇宙科の機関とかよく愛読してましたね。面白かったですね。作家さん、なん、ルポライ、なんて言うんですかね、こう。ライターさん、ジャーナリストですね。あ、ジャーナリスト、まあ、なんか本も書くんですけど、まあ、すごい調べる人で、あの最初にまずこの国語の教科書から始めた、なんだったかな、あの科学のことを勉強するにあたって中学の教科書から始めてから専門書まで読んで、英書まで読んでからその研究を始めるっていう人なんですね。あ、読んでからって。血の巨人で、なんか猫ビルっていうビルがありまして、その立花隆さんのビル、本を置いてるビル、めっちゃ本がめっちゃあるんですよね。約10万冊蔵書だけで、地上3階にあるぐらい、地下1階だけのビルの内部に本や新聞や雑誌の切り抜きでスクラップの資料がぎっしり詰まってたらしいですね。え、図書館じゃん、10万冊。そうですね、ちょっとコレクターとしては憧れる感じですね。すごい、もう40年以上書き続けてみてですね。探索学研究とか、特に僕は臨死体験がすごく好きで、
あの ちょうどねこれを知ったことでね、僕コリン・ウィルソンさんも好きで、うん、コリン・ウィルソンさんと立花隆さんが対談してるんですね、ネットで、あ NHK なんだドキュメントみたいなので、うん、それを見直してしまいましたね昨日。まあ見直してみてほぼコリン・ウィルソンさんの独壇場だったんですけど、うん、でもあ面白いなってコリン・ウィルソンさんも大好きなんで、うん、でなんかこのコリン・ウィルソンさんとの話であったんですけど、なんか亡くなった時にコリン・ウィルソンさんに勧められたみたいなんですけど、うん、あの遺体をバラバラにして、うん、で自然に返すっていう、こう鳥とかに食べさせるってその方法がいいんじゃないかって言って、で立花隆さんはなるほどって思ったらしいんですけど、なんか木の根っこに埋めるっていう死に方に、あ遺体の葬り方にしたみたいですけどね、うん、確かにね新聞にはね樹木葬とね、うん、聞き慣れない、ことが書かれてたんですね、うん、この方もあれですか臨死体験されたんですかね。いやされてないですけど研究したんですけど、この臨死体験っていうのが面白いんで、この全部の機能が止まって脳だけになった状態の時に、この扁桃体だったかな、なんか消化体かな、もう忘れちゃったんですけど、脳の下の方が活発に動くらしいんですよね。その時になんか思考体験っていうか、なんか臨死体験みたいな、なんかあの動物とかのライオンとかにシマウマが食われてる時に、殺されてる時に目がうっとりしてるんですよ。その時に脳内麻薬が出て思考体験みたいな、人死体験みたいなのしてるんじゃないかって言って、でな死に犯罪した人、うん、その死に方なってなんで内側口になってんだよ、もう死に方よくね聞きますよね、川みたいな向こう岸からね、向こう岸から先生様が、おいでしてるのか、来るなしてるのか、ね、そういったのも人死体験になるんですかね。そういう体験のことをいろいろ調べてからやってて面白い本なんですね、これが。で、なんかその中で書いてあったので、まあそういう状況にならないと思うんですけど、その死に犯罪した時に死ぬ直前に、なんか心地よい状態で、布団の入ってるとか、あったかい快適な状態で死ぬといい感じの臨死体験をするみたいですね。なんか寒いとか冷たいとかそういう状態だと地獄的なものを見てしまうみたいですね。そうだからそのね、そういう脳だけになった状態でその感覚が残ってて、その心地よかったらいい体験をして、悪かったらその身体感覚から来て悪い体験、地獄とそういうのをするっていうこと、で、まあ立花隆さん自体はこの研究をして死ぬのが怖くなくなったって言ってたらしいですね。怖くなくなった、で、この受け入れたんですかね。受け入れたっていうか、まあ、若い頃は死が本当に怖かったらしいんですけど、僕自身は本当死が怖くてしょうがないですけど、ただまあね、何もなくなるっていうのはとても嫌なんですけどね。ただこの臨死体験とかって言って輪廻転生とかいうのあるじゃないですか、生まれ変わるって、これ臨死体験に書いてあったんですけど、その仏教とか輪廻転生が信じられてるところで、その生まれ変わったその赤ちゃんとか子供が前世の話をしだすとか、っていうのがあるんだけど、キリスト教圏では全くないとかそういう話書いてあって、そういう話を聞くとなんか夢がないなって感じがするんですけど、でもまあそういうもんなんですかね、わかんないですよね。まあ僕もね、なんだ一時期流行ってた江原さんみたいなスピリチュアルみたいな話も夢があっていいなと思うんですけどね。確かに成果はね人様々だから、どういった経験するのかなっていうのが興味深いですね。私何年か前に救急車でちょっと運ばれちゃった時に、その救急車の中で、なんか死にそうになったっていうか、そういうことがあったんですよ。なんかね、急にね目がだんだん見えなくなって、耳もだんだん聞こえなくなってるんだけど、なんか体の感覚がなくなっていくわけ、溶けてっていうか、砂がサラサラってなるみたいになくなっていって、それで五感の中で最後に耳は最後まで残ってるって聞いたことあったんだけど、本当にそんな感じで耳だけは最後まで聞こえてて、で救急隊の人がバイタル何十まで下がってます、急いでくださいみたいな、そういうの言ってるのも聞こえるわけ。嫌な臨死体験じゃないですか。お母さんが、ね、なっちゃんって言ってるのも聞こえるわけ、それででも当の本人は、私はもう
気持ちよくてしょうがないわけよ。なんかこの感覚がなくなってくるから、マスクマグ言ったのと、脳内麻薬じゃないですか、そう気持ちよくて、なんかもう心臓もだんだん動かなくなってくるっていうか、鼓動みたいなのもゆっくりになってきて、ああ動かないでいいんだとか、息もしなくても苦しくないし、息もしなくてもいいんだもうって思いながらやってたんです。酸素マスクみたいなのをガッてつけられたんですよね、その時に。それでぐわーって吹き込まれて空気を、それでうわーって戻ってきたって感じ。帰ってきたぞ、帰ってきたぞ夏美さん、そう、そんな感じだった。そう、ちょっと不思議体験、不思議体験。アンビリーバボー、そう、アンビリーバボーの世界、海を割るモーゼの十回ディアゴスティーニで高いな、ちょっと値上がりしました。約1円ぐらいですね。どうもすいません。いやでも本当に今その立花隆さんが研究していた、あのように旅立ってるんですね。うん、そうだね。先生どこに行ったのか、そう、ね、謎でございます。そうですね。もういろんなことについても書かれてますね。政治だったり、宇宙だったり。そうですね。産学の現在とかも面白かったですね。なんか何についても書かれてますね。そうですね。がんにかかってたんですよね、一時期。あ、そうなんですか。高校学科なんかで。奥さんもがんになってて、闘病生活が長かったみたいで。なんか、それはちょっと読んでないんで分かんないですけど、でも生と死の謎にとか、死は怖くないとか読んでみたいですね。ただこの竹光徹の音楽創造への道って、これ現代音楽なんですけど、ちょっとマニアックすぎて誰もついていけないんじゃないかなと思うんですけどね。現代音楽、トンタンタンペンパンポンバンバンってこんな感じですわからないです。すごい、わからないです。まあなんか不協和音の連続みたいな、まあなんか現代音楽が好きみたいですね。これがあれですか、あの音楽創造への旅にの、そうです。高光徹さんの丸ごと一冊、高光徹さんで、高光徹さんも現代音楽の人なんで、で CD も1枚持ってるんですけど、っていう感じなんですよ僕はね。こう一冊書くぐらい好きなんですね、高光徹さんは。本当にこの立花さんやっぱり好きなんですね。いつもなんか熱く語ってるイメージがありますね。また機会があればね、ああ、あの、堀井さんと立花隆さんの対談、YouTube で見てください。面白いですよ。あ、動画であるんですね。動画であります。堀井さん、立花隆で検索したら出ると思いますね。あと、なんか、人種体験とかのやつも、多分 YouTube とかで検索したら出てくると思いますね。NHK スペシャルとかでやってたんですよ。それも興味深いですね。面白いですね。あの、宇宙への帰還、宇宙からの帰還っていうのは、本も書いてまして、これは宇宙飛行士が宇宙から地球を見たら、ある程度思考体験的なことをして人生観がすごい変わるみたいな、なんか運動がほとんどの人がなるみたいなんですね。でそれのことについて書いてあって、でなんか日本の宇宙飛行士の人は大体読んでて、これ読んで宇宙飛行士になろうって思ってたらしいですね。毛利さんとかいろいろいますよね、宇宙飛行士になった方も。いろんな人にじゃあ影響を与えたんですね。影響を与えたと思いますね。おー、すごい。素晴らしい。ね、亡くなったっていうのが悲しいですね。もっといろんな本を読みたかったですね、僕。この僕が読んだ本の、なんか本の感想だけ述べてる本があるんですよ。なんでこんな本読むのっていうのをもういっぱい読んでますね、この人ね。いろいろもう幅広いですよね、この人の読んでる本が。それ読んでるだけで面白いっていうね。書評を読んでるだけで、なんか、立花さん亡くなってちょっとっていうかすごく悲しいね。もっとね、そうですね。まあでも80歳なんで、まあ寿命といえば寿命なんですかね。まあ悲しいですね。僕の中で大切な人がいなくなったっていうことで。じゃあもう少しそんな悲しい今日に。あ、一曲ですか。一曲何がありますか。昨日届いた、この90年代のアンビエントテクノとかそういうのの、コンピレーションで、プルシマのアイソレーション、孤独って曲ですね。聴いてやってください。
それが人間関係のことなんですよね、うん、悲しいんですよ。また骨伝導なんですね。曲流れてない？え、流れてる、流れてる、流れてる、ちょっと音がちっちゃいんだよね。さっきの曲と何これちょっと長いんでね、あの途中でフェードアウトして CM 行きましょうね。はい、うん、45分だからフェードアウトして説明して CM 入る感じ、それともフェードアウトしてそのまま CM に行く、フェードアウトして CM 行って、うん、CM の後何話すんですかね。どうしようか、うん、うん、パンダの、パンダの、パンダの話しましたよ。パンダのお名前何か思いつかね募集しますか、うん、パンダの名前ね、うん、パンダの名前チョロチョロ、チョロチョロなんかチョロチョロが出てる感じだね。何だろう、必ず何とか何とかって、テレビ画面にちょろちょろ出てるの、端っことかに。何とか何とかって続けないとダメなの。え？そうね、四文字のイメージがあるね。なんかね、シンシンとかさ、うん、本当にシンシンとかってさ、なんか続かないとダメなのか、決まりあるのか。じゃあ、キンキンとかリンリンとかどうですか。ピンピン。あいいえな。あ、太鼓さんがヤッホーって言ってますね。ありがとうございます。太鼓さんヤッホー。ありがとうございます。おはよう。元気してるか。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとすいませんね、なんか眠気を誘う音楽を流して。気持ちいいんだ。そうですね。アンビエントミュージックは落ち着きますね。癒されますね。このこれが孤独というタイトルっていうのがいいですね。孤独。アイソレーション、孤独だよね。孤独か、私あの孤独に弱い。あ、強い人なんていないのかな。ないね孤独に強い人って言ったら誰なんですかね。シュワルツネッカーとかが やってそうですねまず前年齢不詳でやって、一応そうなんですけどね。年齢不詳だね。年齢不詳はやめてくださいでも太鼓さんより一回り上だとは思いますけど。10万47歳です。なんで出てもんかったのか。我が輩は。でもマスクは。我が輩は生涯世代。そろそろ10万50歳になりますけど。リアルに言われたら傷つくな俺。いや、なんで僕も一緒だよ。そうですね。あ、そろそろ。フェードアウトしようか。あ、でもこの女性コーラスが薄くなってきてるんでしょうから。正気末。正気末ってきたよ。正気末さんのあのデーモン小暮さんの怪獣のものまで笑えますね。YouTube で検索したら見えますよ。オンエアされてないだけで音声は入ってね。出てくるんだったっけ。そうか、知らなかった。ね、宮本小暮さんが怪獣の声真似してるのがあるんですけど、笑いますよ。カタ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 って聞くようなんですよ。モノマネするんだ。そうだね。食べるのが。悪魔だった。しかもあれ、怪獣コンテ、怪獣鳴き声コンテストで優勝したらしいですよ。宮本小暮さん。待って、怪獣鳴き声コンテストって誰が似てるとか。東宝とかで。つぶらやくの投稿とかでなんか募集してたので、それに応募してから優勝したらしいですね。すごいね、ちゃんと。そろそろ、ダウンとしましょうね。でもグループの一人は実年齢でしてるらしいよ。そうなんだ、それ知らなかった。実年齢。だいぶ前に、そうだね、なんかテレビでやってたね。元世紀末の人がサラリーマンやってるっつって、うん、そうなの？やめたんですか？うん、バンド脱退したんですか？そう、脱退してサラリーマンやってて、サラリーマン、うん、どうして世紀末やめたんですかって言ったら、その人が魔界の水が合わなかったって、うん、エスプリが効いてますね。魔界の水が合わなかったんですね
テレビで言ってたね。いいね、その言い回し、いいね、うん、なんかいいね、面白い。黒かったのかな、そうです、苦かったのかな。魔界の水が合わなかった。魔界の水が合わなかったですね。なんかイカ天がなんかコンテストに出てる一番最初の世紀末の映像があったんですけど、うん、あの、太郎さんなんだっけ、年収の無線って言ったんですけど、あー CM 終わりましたね。CM 終わりました、はい、いやー世紀末の話題でちょっと楽しかった。太郎さんが WW 世紀末でもグループの人が実年齢でしてるらしいよって言ってて、みんな10万何歳って言ってるのに一人は何十代ですって。そうなんだ、コメントありがとうございます。ありがとうございます。太郎さん世紀末好きなのかな。リアルで聞いてなかったから正直何名グループだったかって、よく覚えてないんですよ。5名だったか5名だったか、何名か覚えてないですけど、まあ僕も知っていない2枚か3枚ぐらい持ってますけどね。あ、そうなんだ。いや、音楽自体は全然かっこいいですよ。かっこいいよ、知ってる知ってる、あの、なんだ、ブリティッシュヘビーメタル純正みたいな、こう、うん、もうマニアックな話すいませんけど、あの、うん、なんかジューダス・プリーストみたいな、こうロブ・ハルフォード・バリの高音ボイスみたいな、怖いやと思うんですけど、ね、難しい。いや、あの、ジューダス・プリーストってヘビーメタルごとって言われてるんですけど、ね、まあまあ、どうもすいませんね。あのライブ前なんですけど、ちょっとテレビで大相撲中継に行った時に、解説席にデモ小暮さんいたんですよ。NHK の相撲番組とか出てますね、相撲大好きみたいですね、ちゃんと字幕もデモ小暮とかですね、なかなかもう知ってること多いみたいで ね、本当に意識多いみたいで、 NHK のなんか情報番組とか出てて、あの、我が輩は悪魔だとか言っててね、悪魔が出ちゃいけないだろうって思ってたんですけどね。悪魔が政治についてなんか、あのワイドショーとかでも出るじゃないですか、あの昼間の、ああいうのでもなんかこう世の中のこのいけない人たちのことをいけないなとか言っててるけど、君悪魔だって。いや設定だけど、なんかまともなこと言いますよね、あの彼ね、結構ね。あ、太郎さん来てます。リアタイ世代じゃないよ、リアタイ世代じゃないよ、あんまり聞いたことない、あ、川平さん、皆さん相変わらず楽しそうですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。川平さん久しぶり。はい、久しぶりです、ね、お久しぶりぶり。何してたんすか、川平さん。待ってましたよ。待ってました。よっ、あ、そうだ、これ あちょっと太鼓さんの、太鼓さん、相撲協会か、なんかの、何かじゃなかったでもさ、あ、そうなんですね、偉いんですね、すげえ。ちなみに、あと53分なんで、あと3分ぐらいなんで、あの、あの、初任者研修の話を、あ、はいはいはい、ですね、はい、ありました。ですね、8月開校の、介護職員初任者研修についてのお知らせをします。はい、ですね、沖縄県精神保健福祉会連合会、ディフクラですね、主催する、あの講習会を8月に予定しております。で、募集期間がですね、明日の6月25日金曜日までとなっております。はい、介護職員に、興味のある方ですね、はい、こちらは起伏面ですね、あの、元の方までお問い合わせお願いします。はい、下までなんでね、はい、はい、電話番号読みます。098-889-4011、 098-889-4011 です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんせあれですよね、あの、ただで手に入るんですからね、資格が。しかもやり方によってはお金までもらえるみたいですね。人によってあるらしいですね。結構長くね。はい、じゃあ次のこれ。はい。次はこれです。はいはい。ネット古典居眠りポピー始めましたということで、中村夏実さん、はい、私ですね、中村夏実が絵を描く、写真を撮る、文章を綴ることが好きな中村夏実と友達の
妖精さきちゃんが作成するホームページです。よっ、始めたばかりで記事は少ないです、感想をくれると嬉しいです、ということで、あの居眠りコピーっていうホームページを開設しました。あのアドレスは、アドレスね、ホームページ https://居眠りコピーですね、inemuripopi.ti-da.net/イネムリコピーでとりあえず検索してみよう。イネムリコピーでとりあえず検索してみてください。イネムリコピー、イネムリコピーをよろしくお願いします。イネムリコピーをよろしくお願いします。イネムリコピー、コピー、コピー。これね、あのね、ちょっとだけね、FM ギガマンさんにお貸してもらってるから。イエーイ。皆さん来た場合には見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わーわー言うとります。お時間です。また来世。はい、ありがとうございます。ちょっと俺自己紹介してなかった。自己紹介してなかったです。はい、お疲れ様って、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。すみませんね。ちょっと上から書いてみます。ありがとうございます。失礼します。Thank you.